はい、本日3月31日ですね、ここチビチリガマでですね、清掃が行われるということで、この方にちょっとお話を伺いたいと思います。おはようございます。おはようございます。お名前の方お願いします。観光協会の千葉奈です。はい、はい、千葉奈会長にねちょっとお伺いしたいんですが、このチビチリガマの清掃、年何回ぐらい行われるんでしょうか。年2回ですね。年2回。はい、はい。4月の慰霊祭の前にと、で修学旅行のシーズンになる前、9月ぐらいにですね、年2回をやってます。はい、で今回、行われたということで、参加された皆さん、だいたい毎回このぐらい集まる。そうですね、今日は多い方かな。 でも、だいたいこのもん、はい、50名近くいますね。はい、50名近く集まったんですが、皆さん、会員さん。そうですね、会員事業所の、社員あるいはオーナーですね。はい、はい、結構毎回こういうふうにご協力されてるっていうことみたいですけど、そうですね、はい、そういう会員さんにはもう本当に感謝してますね。そうですね、観光協会として、こういうね、外から訪れる皆さんが迎えるためには、一応経営しというのがね、観光協会の使命でもありますし、そういう意味では会員の皆さんの協力というのは大切なものですね。はいはい、でここ、チビチリガマという形でですね、年2回行われて、修学旅行生とかそういったところの平和学習の場にもなっているということで。そうですね、もう子どもたちは、今回コロナウイルスで来れない学校がいっぱいあるんですけどもね、はい、ぜひまたこっちを訪れて、やってほしいなという思います。はい、わ、はい、かりました。またね、この活動というのは今後も続けていくと思いますので、はい、また村民の皆さんにね、こういった活動をしているというのを PR お願いします。はい、観光協会としてもですね、皆さんと一緒にこういう悲惨な事件があったということをね、分かっていただいて、それでまたそれを広める意味でもですね、平和が大切だなということを皆さんで、共有していきたいなと思います。はい、本日はありがとうございました。はい、はい、それではですね、チビチリガマの清掃に参加した方にインタビューしたいと思います。おはようございます。おはようございます。どちらからいらっしゃいました。宜野湾市から来ました。宜野湾市から、はい、はい、でこの、清掃というのは何回目ですか。今年が初めてですね。初めて、はい、はい、で初めて参加して雰囲気いかがでした。そうですね、一応ガマ自体には毎年ガイドとして来てるんですけども、今回こうやって清掃させてもらってるのは毎年ガイドさせてもらってる中で、ちょっと感謝の意味を込めてということで今回清掃に参加させてもらったんですけども、思った以上にやっぱゴミとかがなかった、やっぱり地元からちゃんとしっかり管理されてる場所なんだなっていうのを感じました。はい、でこういった活動っていうのは今後もまた続けていく形。そうですね、もう1回だけじゃなくて毎年ずっと続けていきたいと思っております。はい、また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、はい、今回のチビチリガマの清掃、参加は何回目でしょうか。4回目です。4回目、はい、はい、で今回やられてみて、いつもと何か違ったところありましたか。いつもより綺麗です。綺麗、いつもより綺麗。なんか人数が多かったところありますか。人数はね、大体これぐらいかなっていう感じしますけど、はい、綺麗になってます。整備されてますね。だから今日は逆に電動あれを草刈り機を持ってきたんですけど、使わないぐらい綺麗なんで。あ、なるほど、はい、いつもこれぐらいがいいですね。そうですね、はい、これぐらいが一番いいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。